タレントで歌手の DAIGO さんが自身で手掛けた絵本ビッグフェイス君の発売を記念してイベントに登場しました。まあ、去年の夏頃に急に思いついてひらめいちゃったから数時間でもう書き上げたんですけど、最初書いてた時はビッグヘッド君っていうタイトルだったんですよ。よくよく見るとこの子の場合頭ちっちゃいなってことに気づいて、でかいの顔だなと思ってでビッグフェイス君って変えて、取材人から結婚してそろそろ1年、改めて感想を聞かれると支えられてるし本当心強いですよね、一緒にいるだけで。さらにお子さんについて伺ってみると、今はまあどっちかっていうと僕は MHI ですよね、まだ2人でいたい。一応伝えときますと、まだ2人でいたいは MHI じゃなくて MFI かな。あ、なるほどね。確かに H だったら1人でいたいになりますね。切りますね。そういう固定メッセージが。いやいやいや、ちょっと突っ込んでどうだったの。なんとなく気持ちが入っちゃったかな。素晴らしい。いやいやいや、素晴らしいでいいですか。いや、大悟さんごめんなさいみたいな感じもあるんですけれども、ちなみにですね、大悟さんもおっしゃっていましたけれども、この絵本については去年の、ね、夏に思いついて、はい、バーッと数時間で書いたってことですけど、長谷川さん、やっぱり思いついた時にメモるっていうのは大事なことですね。あ、それはすごい大事ですね。形になっていきますもんね。はい、そういうことだったわけです ね。以上、今日も芸能情報でした。北川景子さん。さあ、お知らせの後は皆さんお願いいたします。一人でいい、一言みたい。いやいやいや、一人でいい。宮瀬さんの一人で痛いツッコミ、はい、ツイッターで皆さんざわざわしてます。ざわついてますか。すいません。笑ったという方もいれば不穏だという方もいます。何のメッセージなのかお伺いする方もいらっしゃいますし。さあ、ということで、はい、オピニオンクロスです。